ここは熊本に奪いに行きますが、うまくコントロール縦に入れて三木も縦に走る。南からボールが出て熊本中へのボール、さあどうだ、あここはこぼれて先に山形、先制は山形です。右サイドからのボール、均衡破れました、先制山形、これで0対1です。まあ、本当にね、最後のクロス、ディフェンスラインとキーパーの間にこう低いボールをこう入れたんですけどね、まあ、京都の選手、トゥーリを含めてやっぱ高い選手多いですので、非常に工夫したこう低いボールを入れたんですね。ただその前に僕が先ほどから言っているようにボランチのところでいい形でボールを持てたんですよね、はい、だからこういうサイドの選手をこ う, うまく使えた、